どうも、こんばんは。お風呂上がりに、また撮ってます。えー、本日も。えー、アマゾンで、DVD を買いまして、えー。届きました。列島分裂。東西十年戦争。松方弘樹さんが。主役で。後の脇役の人は、小沢。和義さん。 曽根はるみさんぐらい松田優さんかなそれぐらいですね知ってのあとは知らない人ばっかり、うん、まあ多分まあ松方弘樹さん一人で芝居回、まあ、してるんでしょうねまあ V シネマですから映画と違ってまあ、そう主役級の人がたくさん出てるわけではないんで、えー だ第第章章と第2章買いま,した,またね、えー、み今日はもう見ないですけどもう寝ますんで、えー、また見たら感想を述べたいと思いますんでよろしくお願いします。まあ面白そうやなとは思ってるんですけどね。 見た感じではジャケット見た感じではまあ松方さん出てるからまあ問題はないでしょうねそれではもう僕は薬を飲んで寝ますよいしょ寝る前、はあ もうちょっとでもう席もお盆休み入りますよね、えー、会社によってちょっと今回はまちまちかもしれないですけどまあ土日を中心にどこの会社も、えー、土日の前後に休みを持ってくると思いますけど、えー、まあ暑い中大変ですが。 頑張ってくださいね、皆さんも。僕も頑張ります。しんどい。しんどいわ。<laughs> これが癒しの日本です。睡眠薬を飲んで、寝ます。 全部で9畳飲みます。 それでは、えー、薬も飲んだことだし寝おっとしようかな寝おっとしようかなそれではおやすみなさいバイバイまたねよししししししし